石巻線は、宮城県東田郡三里町にある小,小田駅から、宮城県押鹿郡長川町にある長川駅を結ぶ、東日本旅客鉄道の鉄道路線である。ラインカラーはピンクで、全線を JR 東日本仙台支社が管轄している。IC 乗車カード、スイカは利用エリア外であるが、小,小田駅、石巻駅を利用する場合に限り、 スイカを使用することができる特例が認められている。1892年、国が建設すべき、鉄道路線を定めた、鉄道敷設法が発布され、その中の大武線の部において、宮城県下仙台より、山形県下天、同尺は宮城県下石の牧より、小ご田を経て、山形県下船形町に、至りる鉄道が規定された。これは、現在の仙山線、 石巻線、陸宇東線にあたる路線であるが、この時はいずれの区間も着工には至らなかった。このような状況の中、1894年に、前八村の斉藤前衛門ら216人が、発起し、定心大臣宛てに、石巻鉄道株式会社及び鉄道、不設申請書を提出した。この石巻鉄道は、石巻を起点に、小ぼた、 古川岩出山を経由して、玉造り群温泉村単や谷沢まで鉄道の布設を起としたものだった。当時、小五谷には、現在の東北本線にあたる日本鉄道の小五た駅が設置されていて、これとの連絡も考慮していた。この鉄道計画に対して1896年に仮免許が交付され、1897年に正式な布設許可が出された。 石巻、鹿野又、和淵、枠屋、小堀古川、岩出山、下宮、丹谷、谷沢の旧駅を日本鉄道と同じ期間線67ミリメートルの線路で結び、貨車、客車合わせて73両を持って運輸に当たる計画だった。しかし、日清戦争後の不況の影響で、株金の払い込みが少なく、石巻鉄道は倒産した。 1909年になると、石巻と小型を軽便鉄道で結ぶ計画が持ち上がるが、これも実現はしなかった。1910年に鉄道敷設法が改正され、陸羽東線と陸羽再線の着工が決定されたが、石巻方面への鉄道敷設はこの時も将来的な計画路線として据え置かれた。計画上の沿線町村は政府に対して陳情を盛んに言ったが、 当時の停心大臣だった後藤新平は北上川改修の審議があり鉄道不設の見込みは当面ないとして施設鉄道を進めたという。こうした中で1911年に実業家で当時貴族院議員だった荒井康春が有志の働きかけに応える形で中心となり戦北軽弁鉄道株式会社が設立された。この鉄道会社は 石巻と小五田の間のみならず、月立てから石越を経由して、富米に至る合わせて二つの路線を計画していた。この鉄道の不設に対して、石巻町は線路及び駅敷地を、仙北軽弁鉄道に寄付し、沿線の押鹿郡、物羽郡、東田郡からも、開業後に利益が出たり建設を中止したら、還付するなどの条件付けで、寄付金が寄せられた。 石巻と小田の間の路線は予算を大幅に超過する537,717円を持って1912年に完成した。一方で資金不足のために月立てと富を結ぶ路線は着工されなかった。開業時に設置された駅は小田と石巻のほか、枠や前夜地、家計山、かの又である。車両の動力は蒸気機関で 期間は2フィート6インチの路線だった。石巻から、小田の運賃は並島で30銭、または44銭とも伝わっている。1918年の時点で、千北軽弁鉄道は、機関車4両、客車12両、貨車31両を保有していた。運行日数は1年のうち200日前後で、多くても300日にはならなかったという。 鉄道事業として利益は上げていたものの、物価の上昇が会社の負担になった。開業後しばらくすると、軽便鉄道であるがゆえに、列車の速度が遅いこと、貨物の積載量が少ないこと、小ごた駅で東北本線と貨物の積み替えが必要なことが問題視されるようになり、1916年から石巻町が政府に対して国有化に向けた働きかけを行った。 1919年に、仙北軽弁鉄道は国有化され、仙北軽弁線と名を変えた。この後、仙北軽弁線は、期間を線67ミリメートルに広げる工事を経て石巻線となる。石巻線は、石巻から長川まで延伸されることになるが、それ以前にこの地域には、押下軌道と金華山軌道という二つの鉄道会社が存在した。押下軌道は、 北上川東岸の石巻港と綿の葉を結ぶ馬車鉄道として1915年に開業したが、経営状態が悪く、1924年に新会社の金火山軌道が押しか軌道を吸収して、これの資産や営業権を引き継いだ。1926年に金火山軌道は綿の葉から女川まで路線を延伸し、石巻と女川を結ぶ路線となった。一方、 1922年の鉄道敷設法で宮城県松島より石巻を経て小女川にイタリル鉄道が規定され、これに伴って石巻町や小女川町は連携して石巻線の小女川延伸の早期着工を政府に働きかけた。松島と石巻の間は宮城電気鉄道が敷設される予定だったことから、この区間の着工は見送られ、 石巻から女川までの部分が着工された。路線延伸工事は1936年に、始まって1939年に完成した。これに合わせて、金華山軌道は廃止された。女川への延伸にあたって、石巻から綿の葉の間を、内陸の稲を経由するか、金華山軌道と同じように海沿いを通すかで問題になった。結局、鉄道大臣らが、 現地視察した結果、稲なを経由することになり、こうして小田から女川に至る現在の石巻線のルートが出来上がった。1953年、まばらだった石巻線の運輸形態を改善するために8両のキハ4万5千系機動車が投入された。同年12月15日に小田駅で祝賀が行われ、翌16日から、 この新型車両は走り始めた。1954年に8両がさらに増備され、石巻線の定期旅客列車は全て起動車で運行されることになった。2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震では地震や津波の被害を受け、全線にわたり普通となった。同年5月19日までに小後田駅石巻駅間、 2012年3月17日には、石巻駅渡野葉駅間、2013年3月16日には、渡野葉駅浦宿駅間が復旧した。残る、浦宿駅女川駅間は、軌道の損傷や女川駅の駅舎消失により、長期不通となり、同区間にて、バス代行輸送が行われていたが、2015年3月21日に、復旧した。 JR 東日本は被災した路線について、線路の位置変更も考えていくことになるとの考えで、現在の線路よりも内陸部への移設も視野に、入れているため復旧には時間がかかることを明らかにし、特に被害が大きかった女川駅を内陸側に移設することが検討された。2012年3月5日には、被害の大きかった女川駅を除く綿野派駅、 浦宿駅間を2013年度初頭をめどに復旧させると JR 東日本から発表され、同年12月21日には翌年3月16日に予定される JR グループダイヤ改正に合わせて同区間を復旧させることが正式に発表された。2013年1月24日の JR 東日本仙台市社長定例記者会見では、 浦宿駅小長川駅間の復旧時期は、明言を避け、小長町が要望する2015年度の復旧について、技術的に可能かどうか、町側と検討するとしていた。そして2月1日に、小長川駅を150メートル内陸側に移設し、かさ上げした上で、浦宿駅小長川駅間を復旧させることで、小長町と JR 東日本との間で覚書を締結した。 東日本大震災では、仙石線も高城町駅、山本駅間が長期運休となり、2011年12月から、石巻線及び東北本線経由で、石巻仙台間直通の臨時快速が設定された。当初は仙台行の片道のみだったが、2012年1月からは、石巻行も設定されている。この臨時快速は、 同年3月17日のダイヤ改正で直通快速として定期化された。2015年5月30日の潜石線全線、運転再開に伴い、同年5月29日限りで運転を終了した。また、宮城県や石巻市、小長町より、仙台と石巻を結ぶ、新しい運行系統潜石東北ラインの小長駅までの延伸が要望され、実現に向けて、 宮城県は協力する姿勢を示した。2016年6月29日、一部列車を女川まで延長を運転することが発表され、同年8月6日から運行を開始した。潜石線直通運転については、1992年に通称産業省資源エネルギー庁の委託で、東北産業活性化センターの電源地域、振興指導事業として、 当線の石巻駅小長井駅間の直流電化による線石線の小長井駅乗り入れの調査がなされたことがあった。具体的な計画は以下の通りであった。当線の電化による直通運転は実現しなかったものの、仙台駅石巻駅間の所要時間の短縮と仙台駅小長井駅間の直通運転については、線石東北ラインの整備により、 当線非電化のままで実現している。旅客列車は、小田駅石巻駅、小長屋駅間の運転が基本で、全屋地駅発着や、全屋地駅経由の気仙沼線や内津駅発着、小田駅経由の陸羽当線古川駅にの列車も設定されている。ただし、石巻駅を挟んで運転される列車の中には、同駅で30分以上の長時間停車を行った、 後発車する列車もあり、全体の所要時間は、ばらつきが大きい。一部列車を除いて、ワンマン運転を実施している。2016年8月6日からは、仙台駅石巻駅間を、東北本線、仙石線経由で結ぶ、仙石東北ラインの、内登り始発列車と折り最終列車が東路線の、石巻駅小長駅間に乗り入れ、仙台駅小長駅間を、 直通運転している。道路線内では、線積東北ライン直通列車も含めすべての旅客列車が各駅に停車する。震災前は、仙台駅から道路線の小後田駅前八駅間を経由して、気仙沼線に直通する快速、南三陸も運転されていた。また2001年頃まで、小後田駅前八駅間で石巻線の列車と、 気仙沼線の列車を並結する運用も見られた。震災後は2015年5月29日まで、仙石線の一部区間が普通となっており、2011年12月1日から、東北本線小五田駅経由で朝に、石巻発仙台行き、2012年1月10日から、夜に仙台発石巻行きの直通快速が、それぞれ一本運行されていた。いずれも、 途中無停車で、仙石線経由の定期券や乗車券が利用でき、仙台駅直通のため仙石線、代替バスの継儀よりも所要時間が30分程度短縮された。当初は臨時快速として平日のみの運転だったが、2012年3月17日のダイヤ改正で毎日運転の直通快速となった。2015年5月30日の仙石線全線,線、 運転再開及び、戦績東北ライン運行開始に伴い、前日の29日限りで運転を終了した。2012年5月7日からは、おおむね平日の年末年始等を除いた指定日に、限り、朝の仙台発石巻行きと夜の石巻発、仙台行きの小5田駅経由の臨時直通快速も一本ずつ運転開始された。シーズンごとに運転が継続され、 2015年5月29日まで運転された。使用車両は2012年5月7日から2013年3月15日までが、キハ40系2両編成で、2013年3月18日から2015年5月29日までは、キハ110系2両編成だった。貨物列車は定期列車が月曜日6往復、非金曜日8往復、土曜日7往復、 休日6往復、他に臨時列車が2往復設定されている。ダイヤ上は、仙石線石巻港駅と小五田駅、仙台貨物ターミナル駅を結ぶ列車であるが、東北本線の貨物列車として係争され、最終目的地は岩沼駅、北大路駅、新座貨物ターミナル駅である。すべてコンテナ列車で、積み荷は紙がほとんどである。震災以後は運休していたが、 2012年10月9日より運行を再開した。貨物列車以下の小の田運行所属の機動車で運行されている。キハ28キハ58系機動車は、快速、南三陸のキハ110系への置き換えに伴い、2007年6月末で定期運用から撤退した。なお、撤退前は、快速、南三陸関連以外に、石巻線内普通列車にも、 比較的多く充当されていた。キハ40.48系機動車は、石巻線運用のキハ110系への置き換えに伴い、2015年5月29日で定期運用から撤退した。2013年3月23日から2015年5月31日までの土曜、休日に一部の定期普通列車がキハ48型に、 石森翔太郎作品のキャラクターのラッピングを施した石巻線漫画短ライナーで運行されていた。このほか、小琴運ウに在籍するジョイフルトレイン小金が臨時列車小金深秀号として運転されていたが、車両の老朽化により2010年12月26日限りで運転を終了した。石巻線は仙台平野の中北部を横断し、 お鹿半島の基部を抜けて太平洋に至る鉄道路線である。路線の起点の小ごから途中の石巻までの沿線はおおむね田園風景が広がり、石巻から終点の女川までは北上山地の山々と水辺の風景が石巻線列車の車窓に広がる。石巻線の起点の小ごは東北本線や陸東線が交わる鉄道の十字路であり、 東北新幹線が開業する以前は、東北地方を縦断する特急列車や急行列車が停車する駅だった。小型には、産神として信仰を集める山の神社があり、これにあやかった山の神まんじゅうが駅で販売されて名物となった。小谷を発した路線は東に進路を取り、上枠屋、枠屋と駅をたどる。枠屋は中世から続く城下町である。 枠谷駅の北方に枠谷城の城跡があり、ここが公園として整備されている。この他に著名な名所としては黄金山の神社がある。枠谷からはしばらく、江合川に沿うように線路は進み、トンネルを一つくぐると、気仙沼線が分岐する前夜地である。前夜地から次の家計山までは沿線に水田が広がる。線路の南部には、かつて江戸時代に、 考えのために作られた甲府地沼があって、石巻線の前身にあたる仙北警弁鉄道が、敷設された当時にもこの大きな沼は存在したが、大正末期から昭和初めにかけて干拓されて、現在に至る水田地帯となった。家計山からかのまた、蕎麦の神の間は、旧北上側に沿うように線路が伸び、沿線に建物が多く見られるようになると、間もなく、 戦赤戦とつながる石巻に達する。石巻は、中世紀には、戦国大名の火災石の領土であり、江戸時代には、仙台藩の港町として栄えた。石巻市街地の南部に、見晴らしの良い日和山があり、江戸時代には、松尾芭蕉もここを訪れた。また、石巻は漫画を、観光産業に位置づけていて、旧北上川に浮かぶ中瀬に、石の森一万画館がある。 また、猫が多い島として知られる、田代島や味島への離島航路の発着地でもある。石巻から旧北上川を橋梁で越えて東へ進むと、陸前稲荷に至る。ここは、秘石や橋材として知られる、伊内石の産地である。陸前稲荷から南へ向かって、トンネルをくぐれと漁港を有する町、渡の葉である。万石浦、沢田と駅が続き、ここから、 千路は万石浦の北岸をなぞるように裏宿に至る。万石浦は一部分が海につながっている大きな故障で、その名称は仙台藩二代藩主、伊達忠宗がもしここを干拓したら一万国になるだろうといったことに由来すると伝わっている。現在では、カキや海苔の養殖がここで行われている。裏宿から東へ進んで、トンネルを抜けると終点の女川である。 小長川湾は天然の良港とされ、太平洋戦争中は日本海軍の小型艦艇が停泊していた。現在では小長川漁港で多くの魚が水揚げされ、中でもサンマの水揚げ量は日本全国でも指折りである。また、離島の出島や金華山と航路で結ばれている。各年度の平均通過人員は以下の通り2019年度の時点で、 JR 東日本自社による乗車人員集計の対象駅は小琴駅、枠谷駅、石巻駅、長川駅である。それ以外の駅は完全な無人駅のため、集計対象から外されている。なお、全夜駅は別途 BRT の乗車人員が集計、公表されている。貨物支線、ありがとうございます。